じゃーん。見せて見せて。これほら。でかいのが来ました。コスコでオーダーして2週間ぐらいメインランドからようやく届きました。ビデオしてるの？うん、ビデオしてる。パパの YouTube にあげようかなと。これを今からアンボクシングして、あそこに取り付けたいと思います。僕のバックパックが入ってるかもしれませんです。Here we go。アロハエブリワン、こんにちは。ハワイの甘方エヴァンです。我が家はですね、ハワイに来てもう10年目になるんですけど、2019年に家を買い替えて、今そうですね、2年近くなります。よく日本では家賃貸派とか購入派とかってあると思うんですけど、僕は絶対購入派で、これで家を買い替えたのが4回目。で、ハワイに移住する前に2回、東京でマンション買い替えて。で、こっち来て1回買って7年ぐらい住んで。で、今の家に引っ越したんですけれども、家が大好きで、とりあえず家をいじって好きなようにするっていうのが前大好きなっていうのもあるんですけど、買った家も、半ばちょっと投資として捉えてて、うまい具合にお金を使えば、で、直していけば、次の人が買いやすいように、価値を上げられると。こうしたら価値が上げられるんじゃないかと思いながら、やりたいことの、まあ、バランスでいつも考えてやってるんですけども、幸い今まで買ってきた、3件、すべてですね、まあ、買った時よりも値段は高く、売れたという経緯があります。で、ハワイで来てから念願の一戸建てになったんですけども、ここでもいろいろキッチンやったりとか、ソーラーとかつけたりとかして、結果的には、高く売れた。まあ、アメリカなんで、インフレとともに家の値段が上がっていくってのもあるかと思うんですけど、今回ですね、引っ越した家が、まあちょっと、もうちょっとハイエンドの家ということで、ハイエンドの家ならハイエンドなりにやり方があるんじゃないかと思って、こう考えながら、そして楽しみながら、ハワイの家をアップデートしていって、将来的にはもっと高く売れればいいなというシリーズの第1回目でございます。前置きが相当長くなりましたけども。今日その第1回目は、ガレージです。アメリカの家のガレージってすごい特別で、本当にいろんな使い方がある。特にハワイの人は、ホールドって言って、日本語だと物を溜め込んじゃう人がすごく多くて、ガレージにいっぱい物を置いちゃって結局外に車を止めちゃうっていうパターンがあるんですけれども、後の使い方って言ったら、例えばガレージの中をスポーツジムにしちゃったりとか、あとはよくあるのがワークベンチ、キャビネットとかツールとか置くエリアを作って、そこで、お父さんがなんか日曜大工やったりとか、物を出すためにそこでまあ作業したりとかっていうスペースに使うことが結構あるということで、アメリカでは結構このガレージとかっていうのが、まあ文化の一部みたいになってるところがあると思うんですけど、残念ながら我が家にはガレージがなかったんですね。でもガレージの代わりに2台止められるカーポートがあって、後ろの壁が結構一面、まあ何もなかったんで、ここを使ってアメリカンハウスの、まあ、ガレージ風にして、機能性も高めようじゃないかっていうのが今回の趣旨でございます。じゃんじゃん。アンボクシング complete。 Overall very well packaged. There's no damage. They did a great job packaging them, but there's just so much trash. Cardboardこうやってやると立つ。 Throw that away too. それでは
今から、あ、ごめん、今からこれを取り付けていきたいと思います。えいちゃん、もう一回言ってください。47。どこ47？分かってくれたの？Okay, so I just had a quick lunch break. やっぱり49。 Yeah, 49あった。 Okay. And I was thinking how to lay them out, and then I decided to use this center line and then kind of line them up, and I want to go up vertical、rather than going sideways here. So I'm not going to put these in. And then try to go as high as possible. Okay, じゃあインストールしますね。ダラダーン、ボフー、できました。いやいやいや、本当はこれ4つ中に間入るんだけど、ここが狭いので、ここにサーフボードラック作りたいから、結局こんな感じにしました。今日結局1日かかっちゃったけど、とりあえずできたね。ちゃんとここに LED もライトもある。ワークベンチ、これ最高で、ここまた通路かけられるようにすればいいな。さて、これは気になるお値段は、カスコで、通常1700ドルのところ1500かな。でハワイまでデリバリーフィーが250ドルで、かなりハワイのカスタムで作ると1万ドルとかかかるので、コスコすごいお得でいいと思います。よいしょ。あとは電気どうするか、ちょっとツールの充電とかもしたいから、それを要検討ですね、これね。はい、それでは今日はもうシャワー浴びてビールだな、そいつな。いいよ。うん。でもあと一番困ったのはこれね、ゴミ。ゴミの量半端ないから。いやいやいや、これからカーポートで酒を飲むのがうまくなりそうです。それでは、I will see you in my next video. アロハ。何て言うのさ、え、トレーニングさ、うん、ロッククライミングな。あ、そういうことか。うん、重そう。重い？うん、重くないけど、重、手を重くしてる。そっか。はい、終わり。次は、はい、前のうちのビデオ。前のうちのビデオ見る。